時は元禄8年、幕府が発行した元禄金印により増えたのは財政支出と博打打ち。これに気を悪くした幕府は万にも及ぶ博打打ちを討伐するために最強の武士を作り上げた。その武士つうのが、そいつはな、面をかぶって腹を光る樽、万にも及ぶ博打打ちをひっ捕らえるメンタルマンつうやつらしいぜ。光る樽、そんなやついるわけあるめえ。おめえもそう思うだろ。そう、これはバカなお話。ただ本当にバカを見るのはいつの時代も才を振ったものだったりするわけで。死んでんのか。よっしゃ、さあ、楽どうだ。しゃあ、俺は超だ。よっしゃ、石どうだ。ちょっと待ってくれよ。お、早くしろよ、お前。いや、ちょい待ち。あ？お、早くしろよ、お前。ちょっと待ってもらっていいですか。敬語？じゃ、しょ、まあ俺にとっちゃバグ開くわよ。あー、ちげれちげれ。あー、どうよ。コーチ、サブ見なかったかい。死んでた。死んでた。なーに、まあ、言ってやんだバカよ。さあ、続きだ。さあ、どうだよ。うーん、じゃあ、ちょうだ。おめでとうだ、剣道技。ちょうだ。先生、今日もよろしくお願いいたします。今宵はネズミが一匹迷い込んでおるの。どこのネズミでやんすかね。はあ、さあ、はったった、ハンダ。おめえろだ、剣道技。ハンダ。剣道技、またお前の負けだな。その道具引っ張っちまえばあと一回ぐらいできんべ。ああ、そうだな。うぅ、メタルマンだ。次のレースまでもね、帰れ。てめえこの野郎、うん、しようがないね。あんた最高だよ。どちらが死んでも行くは地獄さ。先生、儲け。
まで拾うボロなし。てかー